これはまだ遠い未来の物語。幾多の試練を越え、あまたの絆に助けられ、今新たな断りに手が届く。そう、これは始まりの終わりの物語、未来に希望をつなぐ物語、そのはずだった。私たちは負けない。必ずあなたを倒す、闇の王。ハムシが力を与えよ、破壊の矛。ざれるな。均衡を表せる。所詮は半端だ。天秤はすでに傾いておる。それを止めるために私たちはここにいる。あなたの好きにはさせない。七つの大いなるルーンよ、砕けた始祖のかけらよ、今ここに真なる姿を取り戻せ。カリダン、ルークス、ブーラン、ルーチェンム。始祖のルーン、我が何の準備もしてないと思ったか。あの頃から変わらぬ猛言、均衡を求める貴様に変化などありはしない。愚べ光よ、闇が全てを染め上げよう。まだ立ち上がるか、切れ端よ。たかが器のくせによく上がるか。先に光の王かと思った。様から食らってやろう。なんだそれ。我が魔幻獣の力をかすめ取っていた。まるで貴族の所業だな。その力ごと我が食らってやるわ。その力、無の。認めよう、我の敗北を。光の王よ、我は朽ちる。だが貴様たちもまた。負け惜しみも大概にしなさい。私たちの勝ちよ。すぐに分かる。アイリス。
ここに。アイリス、無茶しないで。キャトラ、今度は私の番だから。ずっと昔に約束したの。一緒に支え合おうって。だから止める。何を犠牲にしてでも。アイリス！闇の王を打ち倒したその日、世界は死病に取り憑かれた。終焉の日と呼ばれる大厄災。ルーンは光を失い、ソウルは枯れ果て、命が死に絶えていった。そう。これは、始まりの終わりの物語ではない。未来に希望をつなぐ物語でもない。これは、終わりの始まりの物語。私の、絶望と贖罪の物語。